違う、ボンバーマンじゃない。それ言わなきゃダメなの？ダメ。チャオ、君たちの親友アルフォンスだよ。待ち焦がれた夏休み楽しんでるかい？宿題も忘れないようにね。ところで、君たちの噂聞かせてもらったよ。誰が最初に彼女を見つけるかっていう競争を始めたんだって。しかも2週間の期限付きで。たった一人のね。ブラボー、素晴らしいね。愛に生きるイタリア男としては見過ごせないよ。男のプライドをかけて正々堂々勝負してね。恋愛は戦いだからね。あ、僕も精一杯協力させてもらうからさ。それじゃあ全ての女性に100万本のバラの花束を。で、右から2番目のやつが言ってます。バカカヨさん。違うっすよ、ゲッターラブだっつってんの。それではやってまいりましょう。ゲッターラブ、経典同時クラブ4人揃いました。ディズムです。ジョンです。ビデオだよ。愛の星に生まれ、愛のために殉ずる男、真の愛を取り戻す物語、俺の名前は JB、 凄腕のラブハンターだ。プッシュスタート。やってまいりましょう。もうこれを考えるためにすげえチャージ。これ本当に録音のゲーム。録音のゲームです。始めるの、まあいいけど。え、ごめん、ちょっともう一回このゲームのタイトル言ってくれる？ゲッターラブ。え、ゲッターラブ違う。地球最後の日でしょ。ガッ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 。え、何このゲーム。って言いながらもうスタートボタン押しちゃった。イケメンじゃねえかよ。説明を踏まえながらやってみましょう。実は僕もこのゲームやったことがありません。全員初めて。全員初心者初めてです。どのゲームで遊ぶのかな。まあなんとなくはいはいはい、どんなゲームかっていうのは調べてます、はい、でなんか以前からこの4人でやりたいなってずっと思ってて、うん、ようやく手に入ったのでみんなで遊ぶノーマルモードだよ。俺もね、話だけは聞いた。その、誰が先に女の子と、意中の女の子とあの恋愛できるかっていうカーティーゲームで、その通りですね。あれでしょ、なんかゲッター戦浴びた女の子と誰がゲッター選ぶ、ゲッター戦出したもんか。違うね、新女の子なんだよ。新…新彼女。やばい。こちらのイケメンが言ってくれてる通り、女の子に告白して OK もらうことがゲームの目的。はいはいはい、はい、カップルになれたらその人が勝ち。その時点でゲーム終了。ほう、勝つ勝者は一人だけ。なるほど。え、1人カップルになった瞬間終わりなの？終わり。へぇ、はい、早い者勝ち。おー、そういうことです。オッケーオッケー、はい、いいでしょう。ここが OK されないまま2週間、まあ、期限があるみたいですね。はいはいはい、ドローとかね。パラメーターは容姿と体力とお金。パラメーターもんの。察するに女の子のなんかこう、この女の子は容姿がいいと落としやすいとかあるのではないかって感じです、ね。キャッチーな男になんなきゃいけないわけだ、はい、それか足が速い男の子の方がモテるのか。体力ね。小学校まで。小学校小学校。それかお金があった方がいいのか。なるほどね、はい、そんなことですね。はいはいはい、はい、それじゃライバルに負けないように頑張ってね。さっきはペレが読んでくれてましたが、はい、これメンバーを選ぶよ。そう、メンバーを選ぶよ。今俺たち4人のこと。あ、間違えたわ。え、これを変えたらいいんだよね。だからそうだ、全員プレイヤーにすればいい。そうだ、はいはいはい、オッケー。これで俺たち全員で愛を取り合う戦いが始まった、はい、いいでしょう。これはハンデ、ハンディキャップだから普通だよでいいよね。みんななしで行こう。普通だよ、はい、みんな普通だよ。みんな違って、人は等しくみんな普通なんだよ。それでいいじゃないか。普通なんだよって。ギリギリなんだよ。これ何？これは等しくみんなギリギリなんだ。これイージー。これラブラブポイントなんかで告白されたって面白くない？まあまあ普通のラブラブ。はいはいはい、これたこれあのかなり好きになってもらわないと OK してくれない。ハードモードじゃない？ラブラブ、うん、ラブラブはもうかなり行ってないとダメ。これはもうエクストリームとかいうレベル。エクストリームみたいな。インフェルノ。ま、まあまあか好き好きにしようよ。好き好きじゃない？好き好きぐらいがちょうどいいんじゃない？なんか言ってて気持ちいいもんね。なんかまあまあで好きになられてもちょっとやつ、ね、ショーンの言ってることわかんない。好き好き、ペレオだけラブラブぐらい。今ペレオはね、ペレオは女性に関しては無双の旅よ。いや、自分が言った今、あの人間みんななんだ。ギャグ、ギャグ、ギャグ、ペレオだけは、ペレオだけは除外するな。次は君たちのことを教えてよと。はいはいはい。一番全部決めるリズム、あ、これ一気に選べるわ。みんなそうそう、なるほどね。あ、すごい、こんなんできんだ。え、俺は、あ、俺緑じゃん。黄色。俺が青だ。俺ブルーですね。今名前出てない。俺竹ちゃんマンじゃん。やだな、もたなさそうだ、ね。ディズムがディズムが赤だね。ごまんね。俺赤、俺が青で、ショーンが緑の、ピないんだけどこのテレオが黄色だね。ショーンと JB 入れ替わった方がいい。いや、そこは関係ない。それね、コントローラーね、人はみなしく、みんな普通なんだ。それさ、さっき言ったじゃん、だから。じゃあ俺リズムになってる。リズムじゃあピッ。オッケー、これでいこう。これスタートボタン、よし。俺はスタートボタン、全員スタートボタン押して。これでいいよ、よし、いいよ。
さあ、おおこっから始まってるの。かぶっていいの？髪型選べるんだ。いいの？みんなイーブンだでしょ。え、俺これでいく。みんなイーブンだ。白マスクないよ。白マスクない。強いて言うなら JB 右下になっちゃう。それはちょっと3分の1白だけど。え、僕のクラウドっぽい。クラウドっぽいよね。クラウドだ。これドラゴンボールに見えるじゃん。クラウドはリズムボールみたいな。え、じゃあ俺これにしよう。じゃあ俺は、え、じゃあストレートロング。今の俺と同じ緑だ。あ、クラウドが来たよ。まあ、ね、まあ、ペレオといい、なんかいいとこついてくるよね。うん、ここから決まんのかな。語尾を切る。何それ、語尾これにするぞ。ちょ、なる、え、こんなんあるんだ。ペレオさん、くださいよ。これにするぞ。おお。ペレオはこれでしょ。え、これにするにょろ。左下。これにするにょろ。おお、いいね。これにするぞよ。おお、いいね、ディズニーっぽいね。あ、そうでした。右下を選ぶのは誰だ。これにするっぽい。いや、もうこれショーンでしょ。さっさと選ぶ。なんだよ、わかったよ。これにするぜ。あ、そうね、JB はゼだね。これにするっぽい。これにするゲッター。グラッチェ。こいつ本当腹立つな。こいつわかんねえな。いけない。でも仲間なんでしょ、この子は。まあね。君たちと仲良しの女の子がいたよね。名前は…あ、なんだよ。はいはい。なつき。あ、なっちゃん。そうそう、夏希だったね。それじゃあ呼ぼう。よ、どういうこと。今回来てくれるんですね。夏希さん。伊藤夏希です。おえ、頑張ってね。はい、ありがとう。ちょっと一昔前の顔が。それじゃあ私から質問ね。おい、 CV ショーンかよ。あのね、みんなの性格、みんなの性格を教えてほしいぞ。え、どういうこと。あ、これワンプレイヤーさ。あ、いや、どういうこと。あ、3つしかないの。俺たち全員上じゃないの。オッケーオッケー、全員上。俺たち全員ワイルド。俺はワイルドだぜ。そりゃそうだ。なるほどね、よく分かったつだ。それお前なんだよ。いやー、ゲッター、どうもありがとう。ゲッター、ゲッター。ささやかなプレゼント。どういうこと。持ち物をチェックしてみて。はいはいはい。ゲーム楽しんでね。こっからゲームスタート。すべての女性に100万本の丸の花束を。はい、話した。グラッチェ、グラッチェ、1日目。え、なにこれ、もう始まったの。順番は、は情報を見るよ、予定を見るよ、話題を見るよ、持ち物を見るよ。あ、これみんなが決まってからゴミ箱で、一斉にできるんだ。一斉にできる。さっきくれたのゴミ箱だったんだけど。え、ゴミ箱くれた。いや、え、嘘。嘘、じゃ持ってないってことじゃない。あ、これかな。クールカード、クールカード、クールカードくれたの。あ、なるほどね。あの、僕が知ってる情報だけ言いますね。はいはいはい。外出して女の子が外になんかいたりするから、会うとイベントが起きる。なるほど。だから俺多分一回外出するのはいいと思うんだけどな。どうなんだろう。でもこれパーティーゲームなんでしょ。情報パーティーゲームっていうか戦い合うんだ。そう、戦い戦い。で、どこに行くかが選べるから。ジェッピーの家に。でも俺の家に行く。俺外出するよ。じゃあ、え、どこ行く。話題取るカード。真ん中。じゃあ俺外出しますね。じゃあ俺ディズルの家に行く。俺いないよ。女の子に会いに行けよ。で、今俺らワイルド全振りなの、多分。これ赤だから。ああ、なるほどね。普通は半々で発散。話題ってなんだろう、これ。え、だいたい JK は百貨店にいるのが通常。何これ。え、どういうの。お金も1万5000しか見ない。マーカード。何それ、すごい。え、ペラを百貨店に行く。もう絶対、絶対ここ。情報を見る。え、ちょっと待って。ハオチー。ハオチーね。これが仲良しの女の子の、なんだっけ。あ、そうね。伊藤ゲッターちゃん。でもまだ、そうか、友達かなっていうのは出会ってもいないからだ。なるほど。まあいいや、俺もちょっと外出してみるか。一回行ってみよう。どの辺っていうのね。俺今高校前なんだ。おー。じゃあカフェ、リキッドー。ワイルドだな。スネーク。お、はい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 。あ、これ誰。あ、で、これで自分で操作するんだと思うんだけど。え、は、は、え、どこ。メフィア。俺どれ。俺は合ってんの。わかんない、わかんない。あ、そこに行ったのか。そこに行ったのか。あ、今行ってるの。高校前広場に着いたぞよ。お前誰だ。初代校長の銅像はいつ見ても怪しいぞよ。はいはいはい。お、なんだ。あ、可愛い人いる。なに。お、なんだよ。かおりさん、かおるさん、一人でリキッドー経営してるよ。リキッドの人だ。あの店って年中無休だし、夜遅くまでやってるから。かおるさん大変だよな、バイトとか痛まないのかな、という話を聞いたぞよ。どうしようかな。なんもない。アイテムを使うよ。悪魔パンダカード。ラブラブポイントをダウンさせてしまおう。これは後で使おう。うわー、適当にやらずらするぞよ。体力下がって容姿も下がってない。で、はい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 。次、ショーか。俺の名前はショーン。ペロとフォロワー数は500の皿。その紹介いるからね。やった、今日はハガクらしい一本に。こいつ怪しいわ。
あれまたショーみたいなやつ来た。あれルイトモじゃ、ルイトモ。ショー分身がいるんだけども。なんでかぶせてくんだよ。そう。今月のパンキチーン。パンキチ。雑誌の話題かな。絶対見ろよな。はいはいはい。街灯があってこんなに。めっちゃ左下の顔が。街角じゃない。ゲゲ。あの歩みが。あいつなら生ら。あやめショーンだよ。ショーンじゃん。ショーンじゃん。でっかいのよ。こいつショーンだわ。怖い。うわ。生ら可愛いからよく写真。何自分自身と会話してんの？鏡で話してんだ。ああ。これも聞いてるから昔は二人で歩いてると。ああやばい。クラウドだわ。誰も話聞いてない。いい話を聞いたポニー。デートで話してみるポニー。情報を得たんだ。あゆみ雑誌の。あゆみちゃんがいるんだね。はい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 。したっけよ。いやー、北海道だね。やっぱ精神障害が分離起こしてるよ、やっぱり。ショーンと話ができたポニー。友かし？近し？近し？わかんない。ショーンと話ができたポニー。自分と近しっていうことだね。どうしよう。アイテムはないんだ。俺なんかいったん、ブラブラスーポニー。あー、かっくりさなったな。なんかやだね、こんな下がると。で、次は、お、俺のターンが来ましたよ。あの星なんなんだろう。これがカフェリクノーに着いたぜ。カオルさんがなんか経営してんでしょ。疲れたからコーヒーでも飲んでくぜ。女の子いるよ。あっ、あゆみちゃんだ。いるぜ。あゆみちゃんじゃん。どうしようかね。あゆみちゃんにカオル…カオルさん。カオルさんね。あ、男の子。はい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 。はい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 。いきなり女の子に話しかけるか、それともカフェマスターにこのホークアイみたいな男に話しかけるか。まずは情報と見せかけて、やはり女性に話しかけなかったね。うわ、ギャルだ。あ、ギャルだ。もえチュッピックン。あ、そう読むんだ。すごいね。え、背中に何かついてる？どういうこと？ハサミハサミって持ち歩いてる。イベントだわ、これ。え、あー、取れた。チュッピ喜んでる。なに、あー、値段のタグが、俺の服を切り裂くのかと思った。急にサイコかと思ったわ。切り裂きあゆみ。今度会ったらいろいろ話をしてみるぜ。おお、ググったんだった。え、それで上がんの？やべ、値札、俺ちょっと外出するとき値札つけとこうよ。早速差をつけられたの。ほうほうほう。黄色って書いてある。行くわよ。じゃ次はね、ペレオのターンで。パンダ百貨店に着いたんやろ。どこに、お、あ、選べる。お、あ、女の子がいるのはもう CD& ブックって決まってんだよ。いや、さすがペレオさんですわ。かなわねえ、かなわねえ。メモ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 。あ、もう女性に関してはペレオさんの前に出るもないね。右の前に出るもないね。たまには CD でも聞いてみるんやろ。ニョロニョロうるせえんだよ。あかん、角刈り野郎が出てきた。くそ、タケちゃんマンにちょっと似てる。そうだ、タケ、タケだよ。おっ、ペレオ、俺と、お、俺と伊藤って幼馴染なの。あれ一番最初に出てきた子だね。あ、伊藤さん。ああ、そっか。家が近所でさ、昔はよく遊んでたんだけど、今あんまり話さなくてな、なんだか照れくさくてさ、あるよな。それじゃあな、おい大輔。あれ、これ新たなルートができたんだよね。大輔ルート。大輔ルート来てるぞ、おい。大輔と話ができたんやろ。どうしようかな。あ、これまだできるんだね。アイテムを買うよ。あ、そうか、CD…ショップ？ブック？あ、1万5千もノリのいいレゲエ CD。 あ、誰々が喜んでくれるって書いてくれてんじゃん。これ、なんかすげえな、チートみたいな。もうすでに書いてんだ。店頭の張り紙のところにこうやって書いてあるのかな、ね、この子が喜んでくれる。何にしよっかな。この街には女子が少ない。名指しピンポイントかよ。ちょっとレゲエっぽい女の子がいいからレゲエ買うわ。レゲエの CD には書いてる。レゲエっぽい女の子いるの？誰？誰？誰？これ一旦終わったね。終わった。これで一旦目終了。はいはい。でも今ので、あ、まだあるの？あ、まだできる。なに？あ、お、PHA が鳴ってる。位置が鳴ってるよ。あゆみだよ。ゼンピック明日の夕方って開いてる？いきなり？え？ゲームコーナー行きたいの。あ、これ覚えとかなきゃいけない系でしょ。あ、これで予定がブッキングしたらときめも方式だ。はいはいはい。俺ときめきメモリアルはやったことない。ブッキングしたらやばいから予定あるんですよね。予定あるって。今ないでしょ。予定ねえだろ。あゆみちゃんは好みじゃないってこと。わかんない、なんだか悪いこと。あれ受けとくべきだった。まあ、イベント起こしたかったら受けとくべきだったのかもしれない。ああ、なるほどね。俺はちょっと様子見に行きます。あれ、今俺なんか星が1個減ってたのはなんで。あれ何？わかんない。あれ、これまた言う2日目ですね。はいはい、なるほどね。じゃあ外出するよ。あ、俺、俺生えたかってんだけど。あー、ほんとだ、腐ってる。トイレじゃない、トイレ。さっきね、女の子がね、パンダ百貨店に入ってた。なんで生えたかってんの？外出かよ。あいちゃん、ちょっと外出、外出始まんない。まだ会ってない。え、な、これはパンダバーガー。あ、いいじゃないですか。好きなタイプ、ノーマルタイプ。
あ、ちゃんと出るんだ。好きなタイプはノーマルタイプ、好みの行き先とか全部書いてある。そうか、ワイルドとクールの割合をなんかでこう変えなきゃいけないのかな。なるほどね。ワイルドすぎると男臭すぎて早かった。若いそう、若いうちはまだあれだけれども成長するに従ってだんだん大人になっていくっていうゲームなんだろうな。これは外出しよう。あ、ペレオどうするの。うん、外出した。あ、そうだ、選んでない。まだ選んでないんだよ。ここで選ばなきゃ。どこ行くか。あ、どこ行くか。これパンダアメ、パンダ押すね、このゲーム。じゃあパンダバーガー。あ、俺と被って、あ、お、あ、一緒にいるんじゃない。これは一騎打ちだ、一騎打ちだ。ここの画面が俺わかんないんだけど。だから、無理最初に、最初に。もう勝手に動くの。勝手に動いてるね。あ、ほんと、うん、勝手に動いてる。勝手に動いてるわ。あ、あ、あ、賛否。特に何もできないのかな。だと思う。パンダバーガーに着いたにょろ。ここは女子高生のたまり場らしいのろ。来た。なーにテンション上がってんだよ。これ可愛い人。おえ。いいな。疑問系なの。ペロ君は暇そうで。お、煽ってんぞこいつ。祈り煽られてる。いやいやいや。萌え。うちは、あ、僕は？僕？僕っ子だ。うちの寿司屋さんしか行けないんだ。寿司、寿司まさって店なんだ。機会があったら食べに来てよ。ただかもよ。そ、それじゃあ、え、暗く去ったのかな。雪くね。かっこいい。雪舟かも。雪舟かもしれない。雪舟かもしれない。雪舟ただの雪舟。え、雪舟、え、雪舟にアイテム使えるのかな。握りの雪舟。やったやった。何もしない。あー、もう決まったんじゃない、ルート決まったよ。今どんな女の子がいるかまだ分かってないからね、我々。じゃあ俺だね。チッペアミューズメントに来ましたよ。はい、パンダアミューズについてはどこに行こうかな。カラオケ、カラオケだろ。 JK はカラオケだよ。カラオケ来ない。何か飲み物で、あ、お、あゆみちゃんが、あ、なつきちゃんが、ストーカーみたいじゃん。あ、なつきちゃんもいるんだ。なつきちゃんって誰だっけ。なつきちゃんが最初の伊藤ゲッターだ、うん、伊藤ゲッターだ、伊藤ゲッターで。でもここであのあれでしょ、ギャルの顔好きでしょ。わかんねえ。でもとりあえずあのタグを切ってくれたお礼をしなきゃいけない。ギャルだー、ジャンベックさっき断ったくせに。いや違う違う、あの断ったのはあれだよ、うん、最初の伊藤ゲッターなつきちゃん。あ、そうなんだ。で今これはわからない、うん、分かんない。あの今初めて会話してタグを切り取ってくれたお礼を黄色ちゃんの部屋に上がらせてもらった。おお、黄色ちゃんいるんだね。あ、さっき黄色ってなんか、これはプレイヤーの黄色ちゃんってこと。違う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 、ペレオちゃんのこと。女の子。ペレオちゃんのことから。マジで女の子でいたよ。渋い和室に所狭しと壺が置いてある。芸術家って感じ。やばい家じゃねえの。何、握りの摂取に対する壺のなんとかっていう壺の黄色。ロクロ、ロクロの黄色っていうのがいるの。握りの摂取、ロクロの黄色。どうしよっかな。デートに誘う。え、なんかいいな、そのコマンドあるね。早くねえか。え、早くも早いな。早い、いけいけ。これギリギリだったらもういけたんじゃない。あ、ええ、マップ移動が早くなる。あ、やっぱだ、あ、やっぱあの移動時間で誰が最初に行くかっていう、うん、近いところに。なるほどね。女性と出会ったりするってことだ。なるほどね。デートに誘うには早いんじゃない。デートしようぜ。あ、デート代いるんだ。2000円とか。安いもんじゃん。めっちゃ安いじゃん。まあカラオケしようぜ。昼、夜、夕方ってことは8日間結構多いね。で、今何、今昼ってこと。今1日目の、うん、じゃない。え、なんだからそういうことか。あ、お金、お金、夜倍って書いてある。今火曜日って言うか。夜倍、夜カラオケだから深夜料金で。今日曜日か。俺全然分かってないわ。日曜日だね。日、ね、日昼ってことでしょ。今さっきは日朝、うん、日朝。やべ、仮面ライダー見なきゃいけない。今そうね、仮面ライダー今日朝ないよ、朝。いや、日朝はさっき終わった。まあいいや、とりあえず月曜日の夜です。選べるのは朝がないってこと。明日、お、OK もらっちゃいましたよ。明日の夜にカラオケコーナー行こうぜ。じゃねえ。今待って待って、どこっつった。やべえやべえ。パンダ、パンダ百貨店。パンダ百貨店。パンダ百貨店。違うよ。マジで。パンダ百貨店。待ち合わせだよ、パンダ百貨店。やべえ、これで待ち合わせ。やべえ、よく見てもらえた。間違えるな、パンダ百貨店だぞ。間違えるわけねえだろ、俺が。ショーンの番です。申し上げます、申し上げます。パンダバーガーに着いたポニー。誰に言ってんの。ここは女子高生のたまり場らしいポニー。さっきも同じこと言ってるようなやつがいるけど、あいつは誰がいるよ。あそこには俺よりフォロワー数が500人多い。どうしようかな。ここで決着つけるしかねえな。ペレ、あ、マジかよ。あ、これであのクールカード使えるんじゃない、こういう時に。そっか、会った時に選んだプレイヤーが。あ、今は別に使う。なるほどね、かけるわ。誰かと接触した時にできるんだ。え、プレゼント、これであの嘘の情報を流してバトルを仕掛ける。嘘だよ、なんでペレを告白してんの。わかんねえじゃん。いやもうこれは あのゲームの中では会話割愛されてるのね、こっちでできるから。なるほど。あ、リアル会話してるのね、ここ。ペロじゃん、どうしたんだよ、こんなバーガー屋でさ。いきなり来るにょろ。お、やるか。来るにょろ。バトルを仕掛けるにょろ。やるポニか。来るにょろ。おいおいおい、来るにょろ。あ、来るにょろ。なんだ、ほら、何が始まる。いきなりポニー。何が始まるんです。
第3次大戦何やよろしいクイズでポン、早押しでクイズに答えるよ。これら何もわかんないじゃん。3問正解で優勝だ。1問間違えると1回休み。左下の人誰なんだよ。あれあれだよ、最初に出てきたグラッツェ。アルフォンソグラッツェさんやってください。ゲッターグラッツェだよ。それじゃあチームを発表するよ。あ、え、4人なの。あ、俺もペレオチームだよ俺。ああ、巻き添え食らってんじゃねえか俺ら。そういうこと。あ、オッケーオッケー。俺らも早押しでクイズに答えよう。リズムの雑学、まつえ、まこれでもゲームに関するクイズだったら全然分かんないから。引き分けの場合はこのゲームが発売された年代の時事ネタとかだったら面白い。面白い、だったら面白い。どういうこと。今間違えると失格になるから。 A 早押しね。ちょっと待ってよ、俺参加する意思ないけど。はい、誰？萌え。私が着てる服ってなんていうか。ワンピース。ワンピース。やったー。すげえ。あの形式だったらそうでしょ。いや違う、あのボタンを押すの。多分黄色だろ。あ、違った。違う。そう。やったやった。じゃあ星月目。誰だ。勘弁してくれ。萌え。メイさんの好きなプレゼント。知らねえよ。そんな、なるほどね。問題出して、テディベア。違う。ディズベア。あ、出てきた。私の着てる服、あ、ちげえわ。カメラ。オラ。ラ。ラッパだろ。ラッパだろ。あ、そんなあれかよ。あ、そうか、全部がついてるから。そうだ、よし、サービス問題だ。中国語で。おい、さようならは。いや、ずるいだろ。再生。それリズム卑怯やぞ。これはモロタで、また来た。メイパの名字はわかんねえよ。では勝ち、おらおら。なに、あこれモロタやろ。リズム言うやろ。だでおい、あ、終わった。これワイの勝ちやろ。勝ったのでは。あ、やったー。ありがとうございます。終わりました。おーい、ボタンに触れろよ。いや、ちょっとこれメイリン、メイリン引きすぎだよね。引きすぎじゃねえか、ちょっとリズムに。ちょっとね、中国語と来たら負けるわけない。バトルエンド。いや、もうリズムの相手決まったでしょ、これもう。負けてしまったポニー。使ったあの子で決定でしょ。あの子に合わなきゃいけないんだけど、俺。まずね。まだ出会ってないもんね。じゃあリズムのターン来ましたよ。おっしゃ。さあ、何が起こるのか。これ長い戦いになりそうだな。あー、じゃあ情報センター行ってみましょうか。さあ、中国マフィア、リズム。違うんだよな。便利なカードが買えるぞよ。怖え。お、かわいい、かわいい。ペルーにやってもらおうよ。にゃん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 。いいもの持ってるにゃん。はにゃんにゃん。アイテムいただくにゃん。思ってた裏が違うんだよな。なんか TRPG みたいになってない。慌てない、バシー。にゃん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 。あ、やった、しくじったにゃん。にゃん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 。覚えてろにゃん。した。やった、勝ったぞよ。どうしようかな。アイテムを買う。怖いな、なんだ。あ、当たり前パンだ。これがばっかりだ。これが取られるかもしれんか。これ買おう。使ったよ。あ、使っちゃったんだ。あ、使っちゃった。うわ、もったいね。あ、謝るな。謝ることなかれ。うお、いいの。悪魔カード買ったのかと思った。使ったんだ、リーゴで。用紙を取るか。何？アルカード。アルフォンソ。レイカが取り付いている時にってどういうこと？どういうこと？取り付かれるの？レイカって女の子？さっき問題出してきたやつ、レイカじゃないの。そうなの、わかんねえ。選んだプレイヤー的な。どういうこと。とりあえずドラキュラとかけてる。これいいじゃん。女の子全員のラブラブポイントが結構アップする。あ、でもそんな買えますね。良い噂か。これいい。あら、うーん、おい、いい買い物。どんどん容姿下がってんだけど。なんでだよ。じゃあ移動すると容姿が下がる現実。あ、そういうこと。疲れると。あ、DHS が鳴ってる。ピッチが鳴ってるぜ。なんだ。あ、ゲッターアルフォンソ。はいはい、地球最後の日ですか。え、雫どうなった。知らない子なんだよな。伊藤マートに行くってデートに誘ってみたら電話してもらえた。え、PH、 あゆみ。あ、出たギャル。出た出た出た。 JB ちょっと多すぎじゃない。すごい暇してんの。俺バイトしてんの。カフェ行けんの。なんか今ハートが飛びましたよ。おお、あゆみちゃんとすげえ順調なんだよ、ね、上がったんじゃない。はいはいはい、いや、何も上がんねえわ。いや、ラブラブ度は上がったんじゃない。ラブラブ度は隠しパラメーター見えないけれども。 あ、夜よ。さあ、夜でございますよ。あ、あ、なんか渋い顔になってる。なってる、ね、あ、ほんとだ。ほんとだ、なんで。俺は何も変わってないけど。これは、一回自宅に帰るという手で。いや、夜も出歩こう。夜だから。お、お風呂に入ってないじゃん、うん。ちょっとね、そう、その可能性と思って。あー、なるほどね。寝た方がいいみたいな。容姿とかね、うん、そういうの関係あるからね。じゃあ、これショーも生えたかった。じゃあ、俺もちょっと。ほんとだ。
家帰るか。まずいな。じゃあちょっと水浴びでも。あれ家帰るのはどうするの？ちょっと俺は家はね、左下右上とか。ああ、移動でや、外出でやんなきゃいけない。右上。俺どこだ？あ、これね。これ汗かいてってこと。そうかもね。なるほど。よしよしって関係あるのか。行きましょう。なんか真ん中にいる。あれあれかな。あれがレイカじゃん。レイカ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 。あれレイカか。レイカに会いたくない。おい。はい着いた。寝るぞ。汚ね俺の部屋。いやこことこ再現しなくていいから、こういうの。趣味があっていいね。借りっぱなしの。なんだって。ええ誰に借りてる。何ってわけじゃない。男を磨くよ。磨けるんだ。一やつにするよ。なるほどね。今誰にゲーム借りたっつってんだか。まあいいや、誰かゲーム借りてんだ。じゃあ男磨くか。あ、そういうことか。男を磨くってそういうこと。結構かっこよくなったということ。え、風呂いいの。風呂入っただけで。いやここリアルとリンクさせてくれよ。俺だって風呂に入るだけでイケメンになりて。あ、そこやばい。おーい。あ、でも到着だね。え、どこに。あ、来た。伊藤マートに着いちゃうにゃろ。パンダマートで雑誌でも立ち読みするにゃろ。あ、お、しずくちゃんがいるにゃろ。あー、どうぞ話しかける。はいはいはい。話しかけるにゃろ。もえ。あー、しずくちゃん。まあこんにちは。あら、おしとやかな方ですね。ちょっと、年上かな。お、ペロ君、夏休みをどんな風に過ごしていますか。私は読書と絵本しようかしら。おしとやかな趣味。ペレオとは趣味が合わないんじゃない？あ、ちょっと待ってよ。まあ、今度どこかに出かけてみようかしら。それでは失礼します。あ、いろいろ話してみるにゃろ。お、ググった。女の子と話すとパラメーター上昇するんだ。なるほどね。男磨いてんだろうな、あれ。はい、俺も家ついたね。あ、磨いた方がいいのか。リズムの番でございますが、あれ同じ部屋じゃないの。借りっぱなしのゲームがやはりある。みんな借りてんだな。ちょ、いや、俺ちょっと一休みしてみようかな。あ、もしかして体力が回復するのは。そうだね。一休みするぞよ。おお、タフネスだね。タフネスになりましたよ。さ、そしてショーンのターン。これで水浴びを。これで水浴び。また公園についたっぽいの。はいはい。夜店でカードが売られているっぽい。お、そういうのも。花ちゃん、新しい子が来ました。入れ食い入れ食い。どうしようかな。花ちゃん。本当に女。すごいなんかスポーティーな感じ。じゃない？じゃあちょっと生えたがってるけど花ちゃん。めっちゃこれヤング。久しぶり、どないしてたん。あ、関西女子だ。中学の時以来やね。えらい偶然やね。なんや、自分太ったな。あれ、よう見たら同じクラスのっしょ。あれ、同じクラス。あ、そういうのもあんの。うわ、めっちゃ恥ずかしい。うちは相変わらず年やな。ほなな。どういうこと。なんか勘違いされ、人違いされたってこと。やっぱ臭すぎて。いろいろ話をしてみるっぽに。あ、なるほど。あ、上がった。やった。おお。なんか出会えると嬉しいもんですね。え、これはまた俺のターン。電話。またピッチ。ああ。ピッチェンさん。JP ピッチ。あゆみちゃん。あゆみも激高じゃん。はい、だから電話 JP か。あれ、その境はさっきもしなかった。ラウンドあたりで。何？あ、バイト決まったんですか。ああ、特に上がらないが。これもあゆみ告白してくるの。早いわ。早いわ。あ、ピッチだった。いやすいませんね。ちょっと待ってよ。はい、ポチッとな。俺誰とも出会ってない。アルフォンソだよ。ゲッターアルフォンソが。店長、うるせえよ。誰だ。はいはいはい。あ、これアルフォンソいろんな人に会ってるからさ。マコトってとこ。アルフォンソが女の子を横取りするっていう展開もあるんじゃない。誰も取れなかったらってこと。そうそう。そしたら俺ら全員負けっていう。もしもし、花焼けの女の子。突然でびっくりした。なははごめんな。特に用はないねん。かけてみただけ。こにゃにゃちはプチ。こにゃにゃちは。こにゃにゃちは。今そうやん。自分あかんで。どんどん外でな。うちはゲームコーナー行くつもりやねん。ゲームコーナー行って。おお。やった、あのちゃんと話ができたっぽに。ほう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 。パーターが上がりましたね。あらい。あ、そして朝を迎えた。いや、これで一日って結構長いね。アルファソンニュース。あの、アルファソンニュースだよ。今日で一日目だね。ゲーム最初の日はどんな感じで過ごせたから。それじゃあ頑張っていこうね。お、今日のヒントは女の子のよく行く場所だよ。あゆみはカフェリケンドーやグラウンドによく行くよ。夏希は伊藤マートやファッションによく行くよ。ハナはパンダ公園やゲームコーナーによく行くよ。なるほど。マコトは CD&BERK やファッションによく行くよ。
キールはカフェリキ CD& ブックによく行くよ。しずくはパンダ私立図書館やパンダ公園によく行くよ。メイファンは中華ハオハオや高校前広場によく行くよ。俺は中華に行かなきゃいけない。参考にしてね。俺は読んでるだけだからあまり参考にならなかった。次は独特の女の子の気持ちを見てみよう。ラブラブポイント。なるほどね。夏希は最初に選ばれた女の子だから最初からある程度ちょっとハードル高かった。なるほど。みんなと。あ、やっぱレイカじゃねえ。レイカいるわ。右下だ。あ、でも女の子なの。レイカいて、俺だけ全員小粒だわ。夏希以外。ああ、ほんと誰に待ってないから。待ってないから。で、俺はあゆみちゃんといろいろ話したから、そう、ハートがちょっと溜まってる。でかい、でかい。まあちょっと溜まってますね。でも俺、しずくちゃんよりまことちゃんのがタイプなんだけど。じゃあまことではなく黄色ちゃんって本当に黄色なんだね、髪の毛が。黄色ちゃんなんかタロットカードとかしてくれる、してくれそう。はなちゃん、なははなははしてる。ハートマークがついてる女のことはまだ知り合っていないよと。あ、なるほど。同等のデートに誘ってラブラブポイントあげよう。レキッドのカオさんに聞くと女の子の行き先を教えてくれるぜ。どうだい、参考になったか。そろそろお別れの時間がやってきたみたいなね。永遠のお別れさ。以上、アルフォンソ、ロベルタ、マルティ、お前そんな本名だったんかい。お送りしました。それではまた明日、ゲッター。ゲッター。なるほど。セーブする。これが一時期天下をコントラパックついてるから。コントラパックあれ懐かしい。マジか。